重力波、重力波、重力波、は、時空、重力波の極率、歪みの時間変動が波動として、高速で伝播する現象。1916年に、一般相対性理論に基づいて、アルベルト・アインシュタインによって素存在が予言された後、約100年にわたり、幾度となく、検出が試みられ、2016年2月に直接、検出に成功したことが発表された。 重力により発生する液体表面の流体力学的な重力波とは異なる。重力波は巨大質量を持つ天体が高速に近い速度で運動するときに強く発生する。例えば、ブラックホール、中性子星、白色矮星などのコンパクトで大きな質量を持つ天体が連星系を形成すると重力波によってエネルギーを放出することで 最終的に合体すると考えられている。重力波の概念は、アルベルト・アインシュタイン自身が、一般相対性理論を発表した2年後に、発表した。重力波の存在は、間接的には示されていた、間接的な検出参照が、直接の検出には100年を要した、直接的な検出参照。なお、素粒子物理学の標準理論において、 重力相互作用を伝達する素粒子として、重力子、グラビトンが想定されているが、これは2016年現在未検出である。重力波の検出は、現在の一般相対性理論研究の大きな柱の一つであり、巨大なレーザー干渉計や、共振型観測装置が、世界の数拠点で稼働あるいは計画中である。また、予想される重力波は、 非常に弱いため、ノイズにうずもれた観測データから重力波を抽出するために重力波の波形をあらかじめ理論的に計算して予測する研究も精力的に進められている。重力波は物体が加速度運動をすることにより放出される。ただし、完全な玉対称な運動、星の崩壊など、や、円筒対称な運動、 円盤状物体の回転などからは放出されない。一般相対性理論が日常生活で意識されることがほとんどないように、この理論から予言される重力波の振幅は非常に小さい。人工的に作り出して観測することは不可能であるので、波減は宇宙の天体現象に期待される。想定される起源としては以下のようなものがある。重力波の検出は、 困難を極める。重力波を発生させる天体現象の頻度も定かではない。1年で数回程度の重力波を現在のレーザー干渉計装置で観測しようとするならば重力波の典型的な振幅として以下の小さな時空の歪みを検出する必要がある。これは地球と太陽との距離天文単位イコール約1億5000万 km のオーダーに対し イコールの変化量に過ぎない。1960年代から共振型観測装置を用いてパルサーから放出されると考えられる特定の周波数の重力波を検出する努力も続けられてきているがこれまで有意な検出を得ていない。1969年にはメリーランド大学のジョセフ・ウェーバーが彼が考案した共振型検出器、いわゆるウェーバーバーにより重力波を検出した と発表した。しかし、多くのグループの追試にもかかわらず、再度の検出には至っていない。現在の検出の主流は、強力なレーザー光によるマイケルソン干渉系を用いるものである。一つの発信装置から出たレーザー光を直行する、に方向に分け、一辺が数キロメートルのアームを往復させる。レーザーの反射には、時空の歪みに従って振動する鏡を用いる。 ことにより、重力波が通過した時の予え局の歪みによるに、方向の距離差、理想的には、片方は伸び、もう片方は縮むが、干渉島の変化から検出される、という原理である。自由質量型観測装置とも呼ばれる。干渉系型検出器は、装置が大掛かりになるが、検出できる重力波の周波数帯が広い。検出感度は、 蒸気の期限の1から3に適していると考えられている。検出感度を得るための障害となるのは、レーザー光の量子雑音、強の熱振動、機械振動や電気雑音や、地面振動などである。これらのノイズを一つ一つ取り除くことにより、現在では、ブラックホール連成系の合体ならば、地球から数百メガパーセック程度の距離までの減少を測定できる。 世界的なネットワークが構築されている。干渉系型検出機は2000年代に世界の数箇所で稼働を始めた。日本では東京大学の宇宙船研究所重力波、推進室がダマ300とくらいをプロトタイプとしてマイケルソン干渉系を構成する鏡とそれを振り子状に喧嘩するワイヤーを20ケルビン程度に冷却すことによって感度を上げる観測装置。 大型低温重力波望遠鏡、LCGT、Large Cryogenic g r a v i t レスコー n a l Telescope、愛称、大型低温重力波望遠鏡ケグラカ、グラを、岐阜県上岡鉱山跡地にだけした。干渉系のアームの長さは 3km である。宇宙空間に衛星を打ち上げて、レーザー干渉系を形成し、重力波を検出しようという l i s a レーザーインターフェラーまたースペースアンテナ計画が NASA と ESA によって進められている。これは3台の衛星で一辺が500万キロメートルのレーザー干渉系を形成するものでターゲットとする周波数帯は地上の重力波よりも低い。合体の数年前の連星系からの重力波、白色矮星の振動による背景重力波、初期宇宙起源の重力波を捉えるであろうと、 期待されている日本でも LCGT の次の将来計画として、宇宙重力波望遠鏡、デッサゴ、デイ、ヘルツインターフェラーマターグラビテシャネルウェーブ、アブザーベトリ計画が進められている。この観測装置は一辺が 1000km のレーザー、干渉系で、地上レーザー干渉系と LISA 計画の中間の周波数帯を主なターゲットとしている。 1974年、ジョゼフ・テーラーとラッセル・ハルスは、連星パルサーの PSRB1913 プラス16を発見し、その時点周期とパルスの放射周期を精密に観測することによって、その軌道周期が徐々に短くなっていることを突き止めた。この現象は重力波によってエネルギーが外に持ち出されたことで起きるとされ、その周期減少率は、 一般相対論の予言値に誤差の範囲内でいたした。この業績により、二人は重力研究の新しい可能性を開いた新型連星パルサーの発見として、ノーベル物理学賞を1993年に受賞した。2014年3月17日、ハーバードスミソニアン天体物理学センターの研究者グループは南極に設置したバイセップに望遠鏡を用いて、 宇宙マイクロ波背景放射の変更を観測し、解析結果から原子の宇宙を渡ってきた重力波の直接的イメージを初めて得たと発表したが、この発見の根拠は薄弱であるという有力な説がある。2015年1月30日にこの研究者グループは発表は誤りであったことを明らかにした。 理論発表からおよそ100年後の2016年2月11日、米カリフォルニア工科大と米マサチューセッツ工科大などの研究チームが2015年9月14日に米国にある巨大観測装置リーゴで重力波を検出したと表した。リーゴはワシントン州ハンフォードとルージアナ州リビングストンに同じ構造の2機のマイケルソン干渉系を持つ。 本格的な観測稼働の4日前の2015年9月14日9時50分、アトックに2台のリーゴ干渉系で6.9ミリ秒の差で重力波と思われるイベントが計測された。35Hz から 250Hz まで周波数を上げながら振幅を大きくする波形が0.15秒ほど続き、その後急速に減衰した。ルイジアナ州の方が先に感知したため、 南半球側から到来した重力波と考えられている。リーゴはこの時技術確認稼働の最終段階で2機とも安定に稼働していた。この重力波は波形から判断してブラックホール連星が合体して一つの大きなブラックホールになる過程であると解析された。ブラックホールの質量は太陽質量の36倍と29倍のもので合体後には 太陽質量の62倍のブラックホールになった。その差の質量を太陽質量の3倍は重力波としてこの瞬間に放出されたことになる。超新星爆発をはるかにしのぐエネルギーである。この現象は13億光年先から伝わったものである。この重力波イベントはと命名されたこれらの重力波源に関する数値は10%程度の誤差を持つ。 GW15914 の観測は、重力波を初めて直接検出したことだけではなく、初めてブラックホール同士の衝突を実証した観測でもある。また、これまで発見されていなかったブラックホール連星が存在したこと、太陽質量の30倍付近及び60倍付近の質量を持つブラックホールの存在を示したことも大きな発見である。重力波の発見により、 ブラックホールが形成されるほどの強い重力場での物理現象が初めて検証できることにもなった。これまで一般相対性理論は太陽系などの弱い重力場でしか検証されていなかった。GW15914 の波形と理論の整合性を検討したリーゴグループは一般相対性理論の予言と無矛盾であると結論している。 GW15914 号の発表があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。